お邪魔しています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは会社の概要を教えてください。はい、弊社はですね、もう創業42年になりまして、一貫してですね、防犯機器システムの設計施工販売をやっております。はい、まあ、防犯機器というのは、はい、何かあった時に、はい、こう役に立つものですけれども。そうですね、はい、要は犯罪を防ぐ、防犯って書きますけども、はい、犯罪をさせない抑止効果ですね、そういうことをメインとして、何かあった時にそれを検挙に役立つと、そういう機器の販売をしております。はい、抑止効果にもつながってくるんですね。おっしゃる通りですね。はい、じゃあ実際に商品の方見させてください。はいはい、こちらの商品はどんなものになるんですか。こちらはカメラとレコーダーが別々になって分離しているタイプになります。はい、こうカメラとレコーダーが分離していると何かこうメリットっていうのはあるんですか。カメラは通常高い位置についてますので、映像を取り出すときに取り出しにくいんですね。でこちらの方はボックスが低い位置に取り付けてありますので、SD カードレコーダーを抜き差ししていただきやすいとなってます。なるほど。今こちらの画像には、まあ、夜暗い映像ですけれども、これでもちゃんと映し出すことできるんですね。そうですね、今映ってないんですけれど、人の顔とか車のナンバープレートがはっきり映るようになっております。へえ、はい、なんかこの画像を見るとこう雨も降ってるように見えますけれども。そうですね、でも全然はっきりと特に一時停止なんかしていただくとよくわかります。へえ、じゃあこうもし何かがあった時に、はい、後ほどこのように取り出して分析して、はい、きちんと見ることができるんですね。はい、できます。うん、それは安心ですね。はい、こちらの商品はどんなものになるんですか。こちらはカメラと SD カードのレコーダーが一体となったカメラになります。こう一体型っていうのはまた何か違うんですか。電力柱などに添加物が1台で限定されたところに最適な商品となります。おー、なるほど。じゃあそのつける設置する環境によって選ぶことができるんですね。そうですね、はい。特徴としては他に何かありますか。特徴としては無線ダウンで飛ばしてデータを取り出すことができます。じゃあわざわざここでこう行かなくっても無線なんでこう情報を受け取ることができるんですか。はい、そうですね、SD カードを抜く必要はないです。じゃあこうなかなかこう抜きにくい場所とかっていうところでいいですよね。そうですね、はい。さあこちらの商品はちょっとシンプルになった気がするんですけれども、はい、先ほどのと、まあ、同じようなタイプで SD カードレコーダーが内蔵のタイプなんですけど、はい、こちらは Wi-Fi が搭載されてないタイプなので、先ほどより少しお値段がお安くなっています。その映像と特徴としては変わらないんですか。そうですね、一番まあ特徴なのは赤外線投光器がついてますので、明かりのない場所でも映像が撮れるという特徴があります。実際にどんなところでこう使われることが多いんですか。ですね、市街地なんかの明かりがたくさんあるところはいいんですけれど、はい、まあ、明かりの全然ないようなところなどに使用していただけるので、こちらの方は、はい、そういうメリットがあります。でも本当に明かりがないところこそこう周りの目もちょっと分からなくなりがちですの で、そうですね、何かあった時にこういったものがあると安心ですよね。はい、やはりじゃあ特徴としては明かりがないところでもご使用いただける、はい、カメラになっております。今商品見させていただきましたが、はい、この中には RBSS にこう認定された商品というのもありましたけれども、はい、やはりこういったところは強みにもなってきました。そうですね、RBSS とはですね、有料防犯機器の認定制度でございます。これをやっておりますのは日本防犯設備協会という協会ですね。これは警察庁所管の団体が、安心して安全で適正な機器の防犯カメラの認定制度というのをやっております。でこの認定を取っていると安心して、使える、防犯機器防犯カメラということは言えると思うんですね。じゃあ本当に信頼につながってきますね。はい、そうですね。今後はどのようにしていきたいですか。はい、まあ、ご存じの通り防犯カメラって日夜役立っているわけですけども、もう世の中になくてはならないもので、その一番防犯カメラの大きな目的は犯罪の抑止と検挙、検挙は最大の防犯と言われております。
それに役立っているというのがこの防犯カメラ、特に街頭防犯カメラの大きな仕事だと思います。じゃあ本当にこれから防犯カメラによって犯罪が起こらない世の中になっていくといいですね、はい、そうですね、はい、おっしゃる通りです。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。